イメージ時期戦闘機は2035年に退役開始が見込まれる航空自衛隊が保有運用する回 -2 戦闘機の後継機として2018年に策定された31中規模で国内主導開発が決定し2020年に三菱重工が開発主体に選定されたステルス戦闘機 2020年度防衛予算で初めて開発予算が計上された経緯に伴い2019年12月に公表された我が国の防衛と予算令和2年度予算の概要からはそれまでの将来戦闘機から次期戦闘機に故障が変更されている使用可能な飛行場に対して日本の領空防空識別圏は広大であり 同時に中国やロシアなどの空軍力に対し数的な劣勢が見込まれる。その状況下で将来の航空優勢を維持するための戦闘機が求められることとなった。航空自衛隊の運用機は防衛政策上の必要に応じて装備の調整がなされるとされるが、これまで調達実績として 米軍機として運用される前提で開発された海 -35 や F-15 など、米国製の機体を日本国内企業が政作に応じる形で、ライセンス生産により調達する事例が多い。ライセンスの性質上の理由から、機体の能力向上やシステム更新のニーズがある場合に、主開発元、開発国の協力が前提であり、例えば中核的な技術や並走、 システムなど複数国の連携が原則ということになる。これは必要な能力向上をお辞に合わせ実現することの難しさにつながっている。また、主権国家としての持続可能な安全保障政策の観点から関連する技術や産業の維持、育成の必要があるとされるとともに、上調性の観点から複数機を並行的に運用する形をとり、 国内技術を中核にした新戦闘機の開発の必要性があると議論された。次期戦闘機に関する技術研究が本格化したのは2010年頃からである。2010年8月、防衛省は将来の戦闘機に関する研究開発ビジョンを公表した。それによると将来の戦闘機のコンセプトモデルとして i3 ファイターが提唱されていた。 i3 ファイターのコンセプトとしては20年後に実現30から40年後に実現というものがある。防衛省においてはこれらのコンセプトをもとに将来の戦闘機に向けて各種の技術研究を進めることとなった。日本における次期戦闘機選定は開発から退役まで数兆円単位の契約となる巨大商談であり、国内のみならず海外からの注目度も高かった。 2018年7月時点では、ロッキード・マーティンが提案する回 -22 に、K、回 -35 のアビオニクスを搭載した、機体、ボーイングが提案するス -15 をベースとした、機体、ベイシステムズが提案する、ユーロファイター・タイフーンをベースとした機体があり、この中でも、ロッキード・マーティンの案が本命と取り沙汰されたことも、あった。実際の選定にあたっては、 大体手段も含め以下の観点から検討された。これらの検討の結果、2018年12月18日、閣議により、新たな防衛計画の対抗と中期、防衛力整備計画が決定され、中期防の中で、将来戦闘機について、戦闘機の退役時期までに、将来のネットワーク化した、戦闘の中核となる役割を果たすことが可能な、戦闘機を取得する。 そのために必要な研究を推進するとともに国際協力を視野に我が国主導の開発に早期に着手する。との明記とともに国際協力の可能性も含めた日本主導の戦闘機開発が決定した。海外既存機案は技術上、価格上のメリットが薄いとされ国内企業が主導する新型機の開発方針となった。2020年10月に 岸忍防衛大臣が三菱重工を開発主体に選定し正式に契約を結んだことを発表した。海外の協力企業については2020年末までの選定が見込まれ、米国、英国どちらか、もしくは両国との技術連携が検討された。具体的な提携先は、米、ロッキード・マーティン、ボーイング、英ベシステムズの3社に絞り込められた。そして、 2020年12月、防衛省は三菱重工の技術開発を支援する海外企業としてロッキードマーティンを選定する方向性で調整に入った。ロッキードは海 -22 ラプターや日本でもすでに航空自衛隊への導入実績のある海 -35 ライトニング2といったステルス戦闘機の開発で知られ、 両機と三菱 X-2 で培われた技術が結集されることが期待できるが、提携先の企業を米国のみに絞ることについては、海 -16 ファイティングファルコンをベースに開発した三菱海 -2 のように、システム等の技術情報をブラックボックス化される懸念が指摘されている。なお、英国ともエンジニアレーダーの開発について引き続き協力を目指す。 英国の協力企業については、テンペストを開発中のベイシステムズや、ロールスロイスなどが想定される。日本の国内企業については、三菱重工業のほか、三菱電機、IHI、川崎自由工業、スバル、東芝、富士通、NEC の7社が参画する。2019年12月に公開された、防衛省の次期戦闘機開発の事前評価によると、 直戦闘機開発においては、将来の能力向上、技術的進歩の取り込みを図るため、以下の新たな手法が取られる。また国際協力によって、さらなる技術的信頼性の向上やコストの低減を図る。事前評価によると、2020年から22年までは、構想検討、初期設計を行い、その後詳細設計に移行する。その後の進捗見込みに関しては、 今後の国際協力に係る協議によるとあり、2020年末までにその内容を明確化するという。また2035年度の回マイナス2戦闘機の退役開始までに開発を完了させる開発実施選票が示された。以下は従前の戦闘機用技術の研究、事前評価などから想定される時期戦闘機の技術的特徴である。これまでに公表されている。 デジタルモックアップや次期戦闘機の創造図が、創発であることから大水力を前提とした、大型創発戦闘機であると考えられる。2020年3月27日の河野、太郎防衛大臣の質疑中における、海 -35 よりミサイル搭載数を多くする、という発言もこれを裏付けするものと言える。x 二の研究で培ったステルス技術を、はじめ、エアインテーク。 ウェポンベイ、レドームなど探知を避けるための技術が取り入れられる。機体構造面での大きな特徴は一体化、ファスナレス構造、ヒートシールド技術が挙げられる。これは、機体構造軽量化技術の研究によるもので、従来機と比して大幅な軽量化が見込まれ、リベットの使用低減などによるメンテナンス性の向上も特色と言える。 XF9 から一動力には XF9 をベースとした総発の戦闘機用エンジンが見込まれている。次期戦闘機のエンジンはハイパワースリムエンジンというよりコンパクトなエンジンによる機内容積の増加をコンセプトとし強力な発電能力を有する。また、総発は安全性、上調性を重視する防衛省の方針とも合致したものである。エンジン推力は 海22と同等を達成し、今後さらに水力を上げる予定である。高運動性、ステルス性向上を目的として、全周20度の水力変更を可能にする、新型ノズルに関する研究も進められている。第5世代戦闘機と同様のレーダー、電子工学センサーイザムを統合した、センサーシステムが見込まれている。機体操作系としては、対妨害体制に優れるフライバイライトが、 X-2 に次いで採用される見込みである。開発にあたっては、戦闘機等のミッションシステムインテグレーションに関する研究により、大型機テストベッドを使用した施策、検証が進行中である。これらのアビオニクスを効率的に冷却するために、新型の熱移送システムが導入される見込みである。両機やジャッジシステムはじめ地上システムとも統合された、 各機完成システムが見込まれている。ステルス性を損なわず、目標を探知、追尾、攻撃するためのパッシブセンシングをはじめ、探知役と発射役の一クリンクリソース管理まで、含めた統合された戦闘システムといえる。防御面では、RF 自己防御システムが見込まれる。機体と一体化されたアンテナによる、全球イザム、ECM、高帯域、イザムといった、 自己防御システムを統合したものである。内装と外装双方が可能と推察される。内装容量に関してはこれまでに公表されたデジタルモックアップ想像図によると近距離空対空ミサイルに中距離空対空ミサイル4から6以上が標準的な形態と考えられる。搭載可能なものに関しては国産の空対空及び空対艦ミサイル。 爆弾類がまずは想定される。海外の兵装に関しては、現状不明である。油圧を電動モーターに置き換える電動、アクチュエーションシステムによる機体制御系が挙げられる。軽量化とメンテナンス性の向上の効果があるとされる。飛行制御に関してはポストストールマニューバーも顕著な特徴として挙げられる。これは21世紀初頭頃からの自己修復飛行制御システムの研究。 高運動飛行制御システムの研究、先進技術実証機の研究以来の蓄積の結果であり、航空優勢の獲得に必要な高い運動性を実現する技術である。ネットワーク化した戦闘の中核となる役割が期待される。2019年度の事前評価においては陸、海、空、宇宙の核ユニットとネットワークで連結され、探知、 攻撃の中核として運用される図が公表されている。海マイナス2戦闘機の退役が見込まれる2035年からの配備開始を目指している。ありがとうございます。